今日は、井口くんと小梅さん対決。さすがに小梅さんには勝てると思いますよ。ただ、この人意外とボーイスカウト入ってたから。あ、そうか。ね。ボーイスカウト。はい。もう完全に電池が切れて何にも喋んなくなって、なんか目もぼやけてきてるみたいなんで。もう一回言って。ボーイスカウト。ボーイスカウト。ああ、発音がいいってことですか。ボーイスカウト。トがポになるルールはどこ行ったん？ボーイスカウトポーじゃないですか。ボーイスカウトポーポッボーイスカウトポー帰りたい帰りパイ帰りパイって何ということで、もう俺何も教えないから、何も言わないから、ここでおのおの思い思いの焚き火を作ってください。はい、で、はい、こっちにあるものを使ってやってください。はい、もある、はい、で自分が納得できる焚き火ができたら、みたらいさんと呼んで撮ってもらって、はい、これを X で動画を、はい、ああそんなちゃんとやるんですね。そうです、15秒の動画にしてどっちの焚き火がいいかというのを見てる人に選んでもらうという。うわ、これどうすりゃいいんだこれ。いやー、井口君はさ、もうキャンプ嫌い嫌いって言いながらさ、なんだかんだでさ、キャンプの仕事やってもらってるからね。キャンプ、そうなんですよ、それ相当やってますからね。だってさ、そもそもさ、相方の太志ちゃんはキャンプやってて、単体で井口君が来てくれてんだから関係ないんだから、もう関係ないんだから、もうおこれは何、三角みたいだけども、はい、これは何なの、あの三角、三角でいいの、これはアートなのができるかもな。やっぱそう、感性はね、小梅さんすごいから。そうそうそう、だからネタもさ、もうちょっと哲学の、いやもうそこまで行ってますよ、息だからね、うん、あ違う、あ丸にできないな、あ丸にしたかったの、丸になんないな、三角だと思ったら丸になんなかった、なんないな小梅さん、なんないな、これ何、あれどうしたいの丸にしたいんだったらこれ最初おかしいしね見て、あ、いいね小梅さん、アートだねやっぱり、いいね、倒れちゃう、ズドン立てたいわけだね、これがなんか当たった、あ、当たった、うん、どうしようかな、うわすげえ、井口ランド見て、こんなんでしょ確か、そう、あんたさ、やっぱさ、すごい知識入ってるよねいやいや、これにしますもん、これで納得がいくまでやっていいよ、はい、これでいい、もしや火をつけないパターン、火をどうにか、あれが焚き火って言うんだよね、はい、焚き火だと思ったら何だっけ、タマームは、タマームタマームタマーム、はい、はい、間違えてないのね、タマームタマームであってるね、焚き火だと思ったらタマームでしたね、タマーム潰れたでした、タマーム潰れたでしたね、はい、もうやけくそになってる小梅さん、それあのマッチ、なんだこれ、これそれマッチつけれるよね、はい、これマッチか、それ全部いかないほうがいいですよ、そのとんでもないことになるんでちぎれるんで、マッチかと思ったら何なの、それマッチかと思ったらマッチかと思ったら、うん、トローリー、トローリー、トローリーミコちゃんトローリーミコちゃん間違えてはないですからねなんでミコちゃんが出てくるんだよここなのかな、そう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 、そこでこすんだ、おお、ついたついた、怖えな、どっか置けるとこ俺置かないと、なるほど、あ、ここにセッティングしました、ここら辺に置いた方が燃えやすいよ、これの下に、この葉っぱの下に、今の葉っぱの、だからもう一本つけて、もう一本使ってたいんですか、トローリーミコちゃん何本使ってもいいです、誰なのミコちゃんは誰なのミコちゃんって、あのミツバチですね、ミツバチ人でもなかったもうさっぱりわからんどういうことよ